で今日もちょっと実は持ってきているんですけど、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、このお階段巡りですね、 TikTok の方も、始まりまして、今日ですね、なんとそのお階段巡りの TikTok、TikTok ライブ生配信しながらですね、こちら収録の方を進めていきたいと思います。皆さんもですね、こんなことやってますんで、よかったら、TikTok の方もフォローしていただけますと嬉しいです。お願いいたします。そして、僕はオンラインサロンなんかもねやっていまして、で結構ね、皆さんとこう、まあ、いろんなパワースポットに行ったりとか、あとはね、こちらのこう会場に来ていただいて収録を見ていただいたりとかね、あとはなんかこうズームでみんなと話したりとかしてるんですけども、今無料キャンペーン中ってことなので、もしねこの機会に興味がある方、ぜひねチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回のゲスト紹介させていただきます。久しぶりっちゃ久しぶりなんですね。まあ普段からもうずっと会ってるんで久しぶりな感じしないんですけども、ご紹介いたします。階段階の末っ子、川口英幸さんです。お願いいたします。お願いします。お邪魔します。コビンチョロ、いやコビンチョロ出ました。コビンチョロ2期ありがとうございます。いや出た、ね、コビンチョロ2期。いや本当ね、いつもこうね、まあ、仕事なんかでも一緒ですし、はい、直属の後輩なんですけども、はい、また川口出てよって言ったらもうすぐ来てくれて、はい、これって脈ありですよね。すいません、落ち着いてください。落ち着いてください。すいません、最近ブレイキングダウンをハマっておりまして、最近こんなことばっかりしておりまして、すいません、アドリブ正男さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、いや本当に今日もねお話ししていただきたいと思うんですが、はい、川口さん YouTube チャンネルやられております、はい、チャンネル名が、川口心霊探検隊というチャンネルで、活動させていただいております。ありがとうございます。お願いいたします。まあね、生配信なんかもね、はい、精力的にやってまして、はい、でこの川口の生配信は霊障が毎回起きるっていうね、はい、なんかしら変なことが起きるってことになってますんで、そうですね、最近もやっぱり家での霊障がすごい活発化してきてて、そのきっかけのお話もまあちょっとしたいなとも思うんですけど、先々週この現場で、はい、後輩2人とこっくりさんやったんですよ。え、ここで？はい、ちょっとお願いしますよ。ここって皆さん分かってますかね、ホリプロのお笑い芸人たちの稽古場なんです、はい、だからネタ見せもあれば、はい、そこそバナナマンさんなんかもね稽古されるっていう場所ですけども、はい、でこっくりさんやったんですね。こっくりさんをやらせていただいて、はい、でみんな3人とも霊感がないんですけど、ええ、足音を聞こえたりとか、ここで、はい、あと鈴の音、鈴の音って聞きますよね、はい、なんか近づいてきた時にそういう音が聞こえるかもしれない、はい、で一人は、お経がなんか男性がお経みたいな感じのなんかテンポでなんか喋ってるみたいなのが聞こえて、わちょっとこれは何かしらの、まあ、霊障だったり高齢術だから、まあ霊障なんだろうねって言って、最後こう、まあ、お帰りいただいて、はい、鳥居のとこにこうありがとうございましたってやった時に全員10円玉話したんですよ、うん、そしたら一人の子がやっぱ初めてそういうこっくりさんをやったからか緊張してたみたいで、うん、僕すごいちょっと手汗かいちゃったんですよって話してたら、まあ、その子手汗とかそういうのあんま書かない子だったみたいなんですけど、その子が途中で、まあ、手が疲れちゃったのか、その紙に手がこうついちゃってて、ところどころに手汗のその汗のシミみたいなのが残っちゃってて、それが女性の名前でマミさんっていうところに汗のシミみたいなのが残ってるんですよね。あれってこう文字でね、はい、10円玉こう動かしていきますけども、はい、まあ汗が滲んでいたのが魔とミというところ、はい、で、まあ、不思議だねとか、まあ、たまたまなのかなって話してたんですけど、鳥居のところにもその汗のなんかシミというか、うん、濡れた感じのが残ってて、10円玉を基本的にはこう押さえてるんで、そこに汗のこうシミがいくことってなんでだろうねみたいな感じになってたんで、まあ、女性の声とかもなんかした感じもしたんで、その現場でやっぱりが来てたのかなっていう。じゃあもしかしたらそのマミさん、はい、まあ、こっくりさんってやっぱりね、あんまりこうやらない方がいいよっていう、まあね、いろんなものをね、はい、呼び寄せてしまうって話あるので、はい、だその時に鈴の音だったりとか、はい、そういうね不思議な現象、足音がっていうのは何かやっぱりどん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 寄ってきちゃっていたのかもしれないですね。はい、だからここ結構その女性がいらっしゃるっていう話も、あ確かに、はい、はい、階段巡りのありました、ありました、はい、
マミさんって方なんですかね、なのかなとかも僕ちょっと思ったりしたんですけど、いやー、はい、これって今日用意していただいた怪談話じゃないですよね。あ、これじゃないです、これじゃないです、はい、もう怖かったんですけど、今回は川口さん、はい、とっておきの心霊写真を持ってきてもらった、はい、それにまつわる話を今回していただくってことなんですけども、はい、じゃあ早速、はい、お話の方お願いいたします。お願いします。この話がですね、今からだいたい3ヶ月ぐらい前、本当最近の話なんですけど、島田さんもご存知な場所、乃木病院って覚えてます？あれ、乃木病院って、旧乃木病院っていう、病院の、廃病院になってるんですけど、はい、以前若手とかを100人集めて、はい、ありました。僕ね、番組出していただいた中で、はい、もう最終回かな、うん、もう本当に心霊スポットで100人集めて、実際に朝まで100物語をやってみようって言って、はい、本当に100人集まってもらってやったことあるんですよね、はい、でそこの現場に再度行かせてもらったんです、で、以前行ったことあったんで、なんかまた霊障だったりとか、その当時撮影した時もなんか聞こえたりとかっていうことがあったんで、また行った時はなんか起こったらいいなっていうので行かせていただいたんですね。で、島田さんが撮影行った時、あの時ってこう3つの円をこう作って、外側から100物語をこう進めていくっていう形で、僕とバスコ、探検隊のバスコ、もう一人が一番外側の列にいたんですよ。もう本当に7、8年ぐらい前とかって感じですか？だと思いますね。その時にもその100人の中に2人はいてくれて、はい、話したんですけど、その時僕とバスコは麻袋みたいなのを引きずる音が聞こえたんですよ。それも自分たちの後ろ側だったら、もう廃墟、誰も言ったらスタッフさんとかも自分たちの目に見える範囲にいらっしゃるんで、後ろの方にいるっていうのはあんま考えられない状態で、その麻袋を何かこうズッズッってこう引きずる音が聞こえて、それをずっと二人で覚えてたんですね、でまた乃木病院行くってなったんで、あ、また麻袋聞こえるかな、あの音聞こえるかなってことで撮影もあったんですよ。あの時って1階のフロアだけで撮影したんで、2階のフロアとか3階、屋上とか何があるかっていうのはあんまり把握してなくて、その時自分たちが行った時に初めて各フロアを回って、あ、こういう作りになってるんだ。で、4人で行かせていただいたんで、2、2で分かれてとか1人ずつ各フロア回ってカメラ回してったんですね。で、自分たちの体感ではあんまはっきりしたこう霊障っていうのがその時起こんなかったんですよ、唯一起こったと言ったら、ちょうど廃病院があって、その周りが結構竹やぶで囲まれてるんで、そこから走る音、走ってくる音、こうザザっていう走ってくる音がすごい聞こえたんで、他のね、なんか心霊スポットのこう YouTuber さんとか撮影されてる方なのかなとかって、こう入り口のところで待機してたら一向に来なくて、で、そのまま待っててもあれだからっていうので撮影を終えて帰ろうとして、その足跡のところ、足音が聞こえたところを確認したら、もう竹がもう生えてて、人がこう走る隙間とかも一切なかったんですよ。じゃあさっきのこうザザってこう自分たちの方に向かってくるああいう足音って何なんだろうねみたいな、でもうずっと不思議に思ってたんですね。で、旧の病院からこう撮影を終えて帰ってきて、僕すぐ手洗ってうがいしてすぐトイレに入ったんですよ、でトイレに入った時に、ポケットの中に携帯入れてたんですけど、ポケットの中でカシャッと音がしたんですね。自宅のトイレで、自分 のスマホの、カメラの音がして、でって思って、もちろん自分その携帯触ってないんで、ポケットからカメラの音って何なんだろうなと思って、でおかしいなと思って、そのポケットに入ってるカメラをこう取り出した瞬間にもう一回カシャってなって、でもその時点でもう自分はカメラ そのボタンとかサイドボタンとか、起動してるカメラのところのボタンとかも一切触れてないんですけど、カメラのカシャって音が鳴ったな。で、トイレを出て、でもカメラの音が鳴ってるってことはカメラロールにその撮れてる写真があるんじゃないか。残りますよね、はい、もちろんね。ってことで確認したらですね、自宅のトイレの、僕ウォシュレットがついてるタイプのトイレなんですけど、そのウォシュレットの下にとあるものが映ってるんですよ。え、
その写真を便器の中ってことだよね。便器の外側ですね。ウォシュレットのもう真下です。なんかもう普通の通常のウォシュレットのタイプの、まあ、便器を想像してもらったら分かるんですけど、その横にこうウォシュレットのがついてて、そのウォシュレットの下に変なのが映ってるんですよ。それは自分が撮ろうと思ったわけじゃなくて、はい、急にカシャって勝手に撮れた。はい、だそれが僕の中では撮らされたのかなってちょっと思って、はい、その写真を今日はちょっと見ていただきたいなと。その心霊スポットに行って帰ってきた、はい、だその日ですね。もう言ったら3時間後2時間後とかに家帰った時に、撮れてしまった写真がこちらですね。ウォシュレットの下のとこなんですけど、それ多分これ人によって見え方違うらしいんですけど、僕は足に見えるんです。僕も足に見えますけど、はい、これあの見る人によってはこう手に見えますって人もいるらしくて、あでも指の長さがなんか足っぽいなとは思いますが、でも明らかにここから手や足は出せないですよね、はい、そうなんですよね。後ろにこう寝転がってたとしてもそういうスペースもちろんないんで、いや確かにこのね、便器座ってこの右側にねこうやってこういろんなボタンがありますが、その下ですよね、はい、明らかに足、まあ、やっぱりこうねブレてるのでちょっとそのぼやけたようにも見えますけども、はい、やっぱり指があってやっぱ足のように見えます。そうなんですよ。だから勝手に起動したってのもなんかまあちょっと気持ち悪かったというか、なんか1枚目はもちろんあの1枚目も撮れてたんですけど、1枚目は真っ暗だったんですよ、ポケットの中でおそらく撮れてたもので、2枚目出した瞬間にもう一回撮れてるのがそれなんですけど、ってことはなんかちょっとこう誘導されたじゃないですけど、1枚目でなってなんだろうでこう出さされて撮らされた写真って考えると、心霊写真から連れてきちゃってたってことなんですかね。ね、なんかそんな可能性がちょっとあるのかなと。え、その後大丈夫なんですか。これだけが原因じゃないんですけど、今僕自宅での霊障がすごい活発化してて、あの作り的にお風呂はその隣がトイレで、お風呂場の真正面がキッチンなんですよ。キッチンの横の壁だけすごい黒いシミが出来上がってきて、そのシミがあの僕はですよ、僕の体感ではこう人がこういうふうにちょっと覗いてるっていう、この覗いてる顔にちょっと見え始めてて、で見る人によっては人ごとがドクロとかいろんな顔がここ何個もありますっていう風に見えたりもするんで、まあでもシミもねこれからどんどん濃くなっていった時に何かがはっきりね、はい、こう見えてきたらまた怖いっすよね。そうですね、そこにあのスピリットボックスって言われてるこうちょっと霊との対話できるみたいな装置をこうそこのシミの前で、男性ですか女性ですかとか、どこから来たんですかとか、自宅でやったんですけど、男性ですかって聞いた時かな、女性の声で違うって声が入ってたりとか、あってことは女性なんだとか。じゃあやっぱりこの心霊スポットで何か連れてきてしまったかもしれない、はい、でそのねさっきの足ってもちょっと女性の足にも見えるので、はい、やっぱり女性が今そこから川口さんの家に来ちゃってるのかもしれないです。そうですね、今僕に今4体の生き霊がついてるらしいんです。生き霊、はい、なんですけど自宅の中にはもう亡くなった死霊の方、亡くなった方がもう何十人っていらっしゃるらしいんですよ。だからもうどこの誰かっていうのがもうちょっと分からなくて、で最近あの僕心霊スポット の空気、そう聞きまして、なんか、はい、そう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 、あの現場 その空気を集め始めたんですね、3、4ヶ月ぐらいとか、で今日もちょっと実は持ってきてるんですけど、心霊スポットにね、はい、行った時に、はい、なんか本当にそのやっぱり異様な空気を毎回感じると、でその空気をやっぱりねそこに行ってない人にも味わってほしいということで、はい、まさに空気を持ってきちゃってるんですよね今ね、はい、でこれちょっとなんか以前言っていただいたお土産階段の島田さんにこの僕の家の壁のシミの前の空気を、11月19日壁のシミって書いてあるんですけど、あとは、こっちですね、8月7日旧野木病院、あさっき話してた、はい、そこの空気こう入れて持ってきてるんですか、はい、
あと8月30日虹の大橋っていう、まあ、自殺の名所になっている場所、あと、石神井公園が10月の23日、はい、よかったなら、はい、こういう感じで島田さんプレゼントよかったですねっていう、よかった、好きなもの全然。石神井公園は何で、はい、石神井公園はですね、2019年にあの変死体が発見されたりとか、もともとそこで結構霊障が起こってるっていうお話を結構聞くんですよ。で、行かせていただいた時に、赤い鳥が結構新しめのやつがあるんですけど、そこの奥にあの鉄の格子みたいな感じで、もうここから先は行けませんっていうなんかホラーな、うん、ホラーみたいなのがあって、そこを撮影してる時に中からあのうーとかってこううめき声というかが聞こえたりとかして、本当にだからちょっとやばいところではあるんだろうなっていう。あの何が怖いって結構コメント欄に、はいはい、島田さん思いっきり吸い込んでくださいっていう。あ、でもどこがやばいんだろう。西の大橋が僕持ってる中で一番やばいって聞いたんで。何吸い込む前提で話進めとしてるの。でも一応あの吸い込んでも大丈夫なように綿は入れてある。綿？はい、中に。どうぞ、綿があると。あ、綿があるんで、その悪いのはその綿に集中してるんで、はい、おそらく綿に集中。あ、本当綿入ってる、なんか。はい、だからそのってやっても、まあ多分そんなに。ろ過みたいな。はいはい、なんかいいのだけ。ろ過みたいになって知らないでしょ、なんか。いいものだけ残る。はい。吸い込んでくださいって。虹の大橋はやばい。虹の大橋が。あのはやぶささんも虹の大橋がやばいって言ってました。はい、もうこれ普通に持ってたらなんか嫌なんだけど、これ吸い込んだ人いるのよ。なんか僕その現地の空気を取った瞬間にすぐ閉めちゃうんで、そっから開けてないんで、本当にまんま現地の空気なんでいないです、一人も。あとちょっとあれなのが、これね、このいろんな場所の空気、はい、これを入れてるそのバッグですか、はい、青いバッグ、ちょっと見せていただいていいですか。ドラえもんに謝れよ、お前。まあ、僕の中の4次元ポケットいろんな空気を出してくれるんで。虹の大橋とか旧乃木病院っていう、はいはい、どれが出てくるかはもうわからないです。またじゃあやにじめられたよ、はい、虹の大橋っていうことですか。はい、確かになんかちょっと退治できそうな感じしますけどね。そうですね。なんか現地で一番、匂いで違和感があったところ、どこだろうな。やっぱ虹の大橋は、確かにちょっとだけ焦げ臭いというか、あの喧嘩されてるお花があったんですよ、橋の上に。あ、喧嘩ね、はい、喧嘩、お花添えられてて、その備えられてるお花の目の前の空気を一応集めてきたんで、なんかもしかしたらちょっと普通の匂いとは違う可能性はあります。いや、でもあ、皆さんも橋はやばいですとかありますけど、なんかこれでもちょっといいなと思ったのが、はい、これバッグに入れておいて、はい、でもある意味この空気っていうのがその3タイトルみたいな感じじゃないですか。はいはい。じゃあ今回は、こちら虹の大橋に行った時の話しますみたいな、はい、じゃあどの話、あ、じゃあ旧乃木病院の話しますみたいな感じで、はい、なんか話す時にこれポンって出すと、なんか話しながらもなんかそこの空気がずっとなんかここの中に入ってるのが見えてるっていうのはちょっと新しいし、あ、なんかうわー、その空気本当なんかこっちにも来そうみたいな恐怖感が増していいのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そう言っていただけると、なんかでも確かにちょっとなんかこれも霊障なのか分かんないんですけど、まあ、全部霊障にするのはあれなんですけど、なんか集めていくのがだんだん楽しくなってくるというか、その早く次の場所のスポットの空気も集めたいなっていう、なんか変なコレクターシーンというか、なんでよかったら、その中の一つだったら全然、島田さんにも今日一つだけですでも一つだけ、はい、大丈夫です本当に、はい、皆さんこんな感じのやつがあります。じゃあもし皆さんもね、ここに行ったって時にね、空気取ってきたら、はい、科学地に送ってもらったら嬉しいね。全然、うんうん、送っていただけたらも、はい、あ、1個開けますか本当に1個。いや、開けたらもったいないって、そのせっかくそんな財産なのに、はい、開けたらもったいないでしょ。本当ですか。開けない方がいいですか。あ、じゃあすいません、島田さん。いやいやいや、ちょっと今度はじゃあ多めに空気持ってきとくんで、ちょっと、はい、ちょっとこう出してもらってみたいな、はい、空気皆さん味わえみたいな、はい、何個か
多めに小瓶作っておくんで。小瓶、はい、あ小瓶の、はい、小瓶ちょろ、はい、これもね全部小瓶、はい、小瓶ちょろに入れてるわけですもんね、はい、小瓶ちょろに入れてるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっとなんか本当総合すると、はい、やっぱりその場所に行って何かやっぱ連れて帰ってきてしまったのかなっていう、はい、可能性がちょっと多いかな。はい、じゃ気をつけてくださいね。はい、なんかよく最近乗り合いバスってすごい言われるんですよ。どういうこと乗り合いバスって。あの心霊スポットに例えば僕の家に今亡くなった方とかも霊がいっぱいいたとして、うん、心霊スポット行くんだっていうのでいっぱい何体か乗って心霊スポット行って、でその方がまあ降りていくんですけど、その降りた先の心霊スポットでまた新しい霊が乗ってきてまた自宅に帰ってくるって、なんか乗り合いバスみたいだねってこう梅木さんに、はい、言っていただいて。これねこの前、うん、あのすごくそうね霊力の強い修行もされてるって方が教えてくださったんですけど、はい、よく神社とかお寺に行くといいんだって話あるじゃないですか、はい、特に皆さんもねちょっとなんか体調悪いな何かついちゃったかもしれないっていう時に自分の氏神様とかの神社に行ってお参りをするってすっごくやっぱ効果があるんですって。でそれ何でかっていうと何、はい、かがついちゃった時に自分がその神社に行ってお参りをした時にそのついてるものがその神社にポンって置けるんですって。そうすると神社っていうのはみんなが来て手を合わせてくれて、はい、いろいろ拝んでくれる場所だからその霊がそれで成仏することがあるんですって。はあ、だからなんか心霊スポットもそうだしなんか良くないものついちゃったなって時には神社に行っていくと自分自身も守れるし、結果ついてしまったその霊のためにもなるから、なるほど、だからちょくちょくまあそういう風に行くっていうのはなんかいいみたいですよ。わすぐ行きます。これでもすごい難しい問題で、その周りからはもったいないってすごい言われるそれはね仕事的にはね、はいはい、やっぱり健康も大事ですから、はいはい、でもなんか僕、まあ、よく運気下がる運気下がるってすごい言われるんですけど、うん、心霊スポット行けば行くほど運気上がってるのってこれはやっぱ気のせいなんですかねいやだからそういうタイプがあるのかもしれないよね、はい、うん、でもまあ無理はせず、はいはい、頑張っていきたい。ちょっとまたはい、本当に健康じゃないとね、はい、こうやって来てもらえないので、そうですね。はい。またちょっとそのね、安全守りつつ、はい、また何かあったらお話期待してますんで、お願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけでゲストは川口秀幸さんですが、YouTube チャンネル、はい、もう一度お願いいたします。川口心霊探検隊というチャンネルやってますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。お願いします。というわけでゲストは怪談界の末っ子川口秀幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。島田秀平オンラインサロン超常現象研究会1ヶ月無料キャンペーン実施中です。皆様のご入会お待ちしております。詳細は概要欄からお願いいたします。